皆さんおはようございます。5時間ぐらいですかね、寝ましたね。昼の12時56分ですね。今から2日目行ってきたいと思います。すごい渋滞ね。これがフィリピンのプー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 っていう、あっちで、ね、これがね、運転手さん兼ガイドさん、はい、これがフィリピンで有名なジャルビー。ここをね、セレブが貸し切るのが流行ってるみたいです。すごいね、安いみたいですけど、なんかケチャップスパゲティみたいなのが有名みたいですね。さあ入ってきますよ、今から。はい、ジャルビー。いろんなメニューがありますが、私には分かりません。これがね、かの有名なやつみたいです。これがね、こういう感じです。これで5人分全部頼んで、日本円で言うと3000ちょっとぐらい。まあ、今にももうちょっと来ますけど、まあそんな感じです。ちょっと来たらまた言います。こちらがね、有名なアイスティーでね、オレンジジュースです。こちらもあります。ソーセージがこうやって入ってて可愛い。まあね、感想で言うとソフト麺、知ってる人いるか分かんないですけど、給食で出てたね、ソフト麺みたいな感じの味です。来たら食べてみて、美味しい。すごくポテトです。あとホットドッグ、かわいい。あとこれホットドッグとね、ハンバーガー、ホットドッグ。これね、ホットドッグもね、結構な大きさあるよ。これこれでフィリピンペソで1000ちょっとだからね、すごい安いと思います。なんかこれすごいみずみずしいね、ソーセージも。食べてみます。なんかみずみずしいですけど、しっかりね、あのソーセージの歯ごたえとかね、こういう香りもあってね、とても美味しい。上にこんなチーズがあっててね、毎日だと飽きるかもわかんないけど、3日に1回ぐらい食いたいね、こんだけ安ければ。ジョルビーバーガーもね、来ました。なんか中にはキャベツ、レタスか、レタス、トマト、あとチーズが入ってますね。あとパテ。いきます。的確な、あの表現で言うとロッテリアの照り焼きバーガーにすごい近い感じがする。マックの照り焼きっていうか、ロッテリアの照り焼き版が近いってやつ。想像してみてください、この味を。ごちそうさまでした。この辺がマーケットみたいですね。ちょっとね、なんか治安はあんまり良くないみたいです。貧民街って言ってましたね。自転車かっこいいな、これかっけ。そうだな。 Hey! 言ったね。この辺がなんとかマーケットみたいですけどね。よし、まあ、なんせ暑いよ。なんせ暑い、携帯がもう暑いもん。1日 100? おー、いいね。ここなんか通りが涼しいよ、めちゃくちゃ涼しい。すごいな、日本円で。この辺のズボン3つで180円だってよ。これ2つで180ペソ。
280円とかね、280ペソか、180ペソ。車がね、やっぱね、すぐフップなるんでね、充電器とかめっちゃ安いよ。すごいね、これ。とりあえず暑いっていうのがね、あれだね。これザラとか、これ本当にザラじゃないもんね。この奥なんかもすごい。携帯が多分熱を持ちすぎちゃった。2個で150ペソ、まあ、日本円で言うと400円ぐらいですね。2個で安っ。ついてるんですよ、これがね。こういう感じです。まあ多分奥まで行きますけど、なんか帽子屋さんとかもめっちゃあるね。これサングラスとかね、買ってきてもいいけど荷物になるしっていう感じね。値段は安いけど、その前に荷物になるのがやだね。このね、先ね、まだ結構あれですけど、まあほぼ一緒なんでね、戻ります。戻ってきます。これね、有名な教会みたいです。ちょっとね、私調べてないんで何教会か分かりませんが、まあとりあえず有名みたいです。はい、こんな感じのね、なっております。今行ってきたのがこちらがですね、あの電車が通るのかな分かりませんが、上にね、はい、こんな感じの教会になります。はい、中もね、撮ってよかったみたいなんで、先ほどの動画多分上がってると思います。すごいね、こうね、ろうそくがちょっと見にくいかもわかんないですけどね、中にこうろうそくがねあったり、なんかどこの宗教でもやっぱりなんか似たような感じっていうか、あれですね、似たような感じって言い方失礼か。みんなね、いろんな宗教を愛してますからね。私は無宗教ですが、いや無宗教ではないかな、女好き教かもわかんないです。女好き教、教が違うけどね、教はね、そっちの今日じゃなくてっていう感じです。はい、戻ってきます。この先に車があります。帰りがけにね、ちょっと横見たらね、すごいなんかタイルがね、こういう感じでキリスト様のやつかな、なってましたね。はい、あったのでね、映してみました。こういう感じになっております。すごいなぁ、もうなんか綺麗、シフォンケーキみたいな。これ日本円で100円ぐらいです。こういう感じでいっぱいあります。タルトみたいなのもあります。ケーキなんかね、すごい安いね。これ安いのかな、1000円、そんな安かないね。やっぱ1500円ぐらいか、この辺が690だからね。これはまあ800円とか700円ちょっとぐらいかな。さっきのお店のシフォンケーキ、うん、バナナ、うん、あ、これやっぱ味覚音痴かもしれない、バナナを感じれない。大丈夫、お世話です。なんかね、ビル群がいっぱいあってビジネス街のとこみたいですけど、まあここも庶民の
こうね、マンションがすごい高いですけど、憩いの場みたいなとこみたいですね。こういうね、買い物してきます。行ってきます。いろいろ見ていきましょうか。すんごい大きな方がね、社長が苦手って言ったんで私に乗ります。なんか飲むヨーグルトを死ぬほど薄くした感じですね。噛んだほら、すごい日本のやつ違って、これがど硬い、これがこれがすげえ硬い日本のやつと、これワンチャン爪いかれると思う。やっぱ缶のコーヒーが、ご飯缶のコーラがうまい。昨日来たとこはこちらの左側ですけど、今回は右側行くみたいですね。こちら側に、明日はねビーチに行くんで水着を選びに来ました。私は入りませんでした。水着が太りすぎてね。結構有名な球体ですね。かなりでかい、ペプシーって書いてある。ちょっとティータイムして、もうちょっと買い物して、今日の夜もまだカジノで昨日の負け20万を取り返す。頑張りましょう。はい、こうね、デパートごとにね、だいたいセキュリティが入ってます。これでいろいろ見られます。もうサンタだからね。今日ハロウィンなのにね。ハロウィン関係ないんだね。10月31日ですけど。10月30日か。変わんないっすね。すごいな。まあ、とりあえずすごいしか出ない。いろいろすげえ。クリスマスツリーもかなりでかいね。さっきの人形の大きさがこれなんでね、かなりでかい。それでぐるっと後ろを回ると H&M、 人気のゴンチョリティーブレイク、ティーブレイク。毎回ね、わからんよね、このタピオカとこのわけだから、ミルクティーみたいなの私は全然好きじゃない。甘いのが疲れる。とりあえずこんだけ太ってるけど、今ね、ただいまの時刻2時9分なんですけどね、今日は早めに帰ってきました。今日もね、大負けしました。額はまた昨日より少しだけね、多いんですかまあそんな形で2日目終了いたしました。多分ね、動画自体はそんなにいろいろね、観光の動画だと思いますがね、見ていただけてありがとうございます。それでは皆様、2日目終わります。さようなら、バイバイ。